東京建築カレッジは東京にある職業能力開発短期大学校で認定職業訓練を行うための施設である。東京都知事により職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練のための施設として認定を受けている。高度職業訓練専門家庭居住システム系建築家を設置している。東京都県一般労働組合が百九十四年 設立した職業訓練法人東京土研技術研修センターが運営している。ドイツのマイスター制度をモデルに働きながら学ぶデュアルシステムを採用している。日本における建築の基本は木造建築にあり、大工技術が担ってきたという考え方で、実に実習授業では伝統的な大工技術の演習を重視している。 入学後すぐに代行手道具の使い方の授業が始まる。木造軸組の実習旨実習では、伝統工法も体験できる。2年間、約2900時間の訓練時間は、思考系、構造系、計画系、情報系、専門教養科目で構成されている。1年時に、反応、秩父宿泊研修、2年時に、奈良宿泊研修等がある。2年時には、 埼玉県南西部の西川林業地の林業家の協力で林業研修も行っている。2年次には自由テーマで卒業政策に取り組む。卒業政策発表会は公開で行っている。2016年4月、教務運営委員会で以下の教育宣言を策定した。今、建築の現場で目立つのは組み立て作業です。材料は工場で作られたもの。 分業や効率化も進み、全体が見えにくくなっています。建築の本質や知識、技術、技能を建築の現場だけで習得することが難しい現実があります。東京建築カレッジは、こうした状況を踏まえ、働きながら学ぶために設立されました。学びの中心は、高度な木造建築技術、豊富な森林資源が育んだ日本の建築文化を活かし、 発展させることも使命です。この課題を建設事業主の皆さんと共有し、次の時代を担う建築の専門家を育てます。建築の仕事に携わりながら、建築技術者、技能者を志す意欲ある者。一高校卒業以上、28歳以上で、学校長が一と同等と認めたもの実務経験の、有無は問わない設置している訓練家は、 高度職業訓練専門家庭居住システム系建築家である。ありがとうございます。